2021年1月22日、慶尚北道浦項沖の日本海において航行していた、韓国海軍のソンゴニル級通常動力型潜水艦3番艦のアンジューコンに故障が発生したね。アンジューコンは海上で停止して動きが取れなくなり、民間会社のタグボートが出動して基地に曳航されたぜ。今回はそんな韓国海軍の潜水艦が故障してタグボートで港に曳航された件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国海軍が明らかにしたところによると、アンジューコンは2021年5月までの予定で定期点検を実施している最中で、この日は試運転のために日本海で先行試験などをしていたとされ、試験は無事に終わり浮上して基地への帰還する途中、エンジン系統の異常を示すアラームが鳴ったみたい。その報告を受けた海軍基地司令部が、乗員の安全を優先するとして直ちに帰還を停止することを指示したために基地まで曳航する必要が生じ、連絡を受けたアンジューコンを建造したメーカーであるヒュンダイ重工業が自社の曳航用タグボートを派遣して停止しているアンジューコンを港まで曳航したとしているよ。23日になってタグボートに引かれたアンジューコンは基地に寄港し、海軍によってアラームが作動した原因について調査をしたが、関係者によれば乗組員と潜水艦の装備には異常はないと言っているね。韓国がドイツの技術を模倣して建造した潜水艦についてはこれまでに様々な不具合が報じられているが、機密情報だらけで隠密行動を取る潜水艦が動けなくなったとして民間会社のタグボート2艘まで曳航される例は、たとえ定期点検の試験中とはいえども世界的に見ても例がなく、韓国側では建造メーカーであるヒュンダイ重工業によるアフターサービスだとしているが、他国の海軍であれば自分のタグボートを派遣して曳航するだろうとしてインターネット上や SNS などでは韓国海軍の慌てぶりを嘲笑する声が多いな。韓国のソンゴニル級通常動力型潜水艦はもともと、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW が開発によって開発されて、ドイツ海軍とイタリア海軍が運用している212型通常動力潜水艦の輸出用である214型潜水艦で、212型の排水量を増やし外洋などでの対抗性能が強化されているぜ。輸出先によって排水量などが異なっているが、韓国のソンゴニル級は水中排水量1860トン全長 65.0 メートル最大幅 6.3 メートル喫水6メートルの艦体に、機関方式はディーゼルエレクトリック方式及び燃料電池による、非待機依存推進方式エアーインデペンデントプロパルジョン AIP が採用され、水中最高速力20ノットを発揮するらしい。兵装として533mm 魚雷発射管8門が搭載されていて、発射管からは魚雷やデコイのほか、潜水艦発射型対艦ミサイルハープーン SSM に海星や天竜などの対地巡航ミサイルを発射することが可能とされ、最大潜航深度は航道250メートル400メートルまで潜航可能との情報もあり、乗員は27名とされているよ。この214型の特徴は潜航時に酸素の供給を必要としない PEM 燃料電池を使用した非待機依存推進が採用されていることにあるんだ。この燃料電池フューエルセルは、ドイツのシーメンスが開発した PEM ポリマーエレクトロリトメンブレイン高分子電解質膜が用いられていて、液体酸素から得られた酸素と水素吸増合金に貯蔵された水素との反応で電力を得る仕組みとなっており、212型には出力 34kW の PEM 燃料電池モジュールが9基搭載されていて最大で 300kW の出力を得ることができ、ソンゴニル級にも同数が搭載されているというぜ。この AIP と従来から搭載されている鉛蓄電池との併用により、速力8ノット以下で14日間の連続潜航が可能であるとされ、韓国海軍では韓国本土から燃料補給をすることなくハワイまで潜航したままで往復できるとしているわけだ。韓国海軍ではヒュンダイ重工業とテウ造船海洋の2社が建造したソンゴニル級を9隻運用しているが、ヒュンダイ重工業が建造した1番艦ソンゴニル、2番艦定地、そして今回タグボートに曳航されることになったアンジューコンの3隻では次々に故障や問題が発生しており、韓国メディアから政府と軍を非難する報道が上がっていたな。
2014年10月に韓国のテレビラジオ局である SBS が、ソンゴニル級潜水艦は海軍が公表している本来の性能であれば数週間海中で作戦行動を行えるはずであるにもかかわらず、実際には PEM 燃料電池の不具合が多発していることから連続潜航が可能な期間はわずかに数日に過ぎなかったと報じ、ソンゴニル級3隻の燃料電池は、海軍が購入する前からすでに不具合が判明していたにもかかわらず海軍はこれを無視して3隻を建造させて購入し、これまでにこの燃料電池が102回も停止したと指摘して非難したよ。韓国防衛事業庁はこの前年の2013年に、ソンゴニル級3隻の冷却システムに問題があったことを発見し、2014年上半期までには修理を終えたと明らかにしていて、同年10月から燃料電池が深海で10日間以上動作可能かどうかの検証実験を実施する予定だとしていたけど、その後についてこのことに関する情報は見当たらないね。この3隻のソンゴニル級は1番艦ソンゴニルが2006年に就役してすぐにスクリューからイオンが発生するという潜水艦としては致命的な欠陥が明らかとなり、スクリューだけでなくスクリュー軸まで交換する事態となっただけでなく、2011年には2番艦定置と3番艦アンジューコンも含めた3隻すべてにおいて、艦橋と甲板をつなぎ止めるボルトに不具合があることは判明したため、3隻とも運用停止となっているんだ。この不具合について韓国国内では解決することができず、元となった214型潜水艦を設計した HDW の技術者が訪韓して調査した上で補強を行った結果、ようやく問題が解決したな。2014年8月2日には定置の点検整備においてスクリューに7箇所の亀裂が発見され、ヒュンダイ重工業で精密検査したところ全部で151箇所の亀裂が発生していたことが判明したけど、同時に点検されたドイツ製のスクリュープロペラに亀裂が1箇所も確認されなかったことから韓国内で製造されたプロペラのみに亀裂が確認されていたことが、韓国国会国防常任委員会委員のキム・ヒロシマ・モル議員が2015年9月22日に海軍などから資料を提出させたことによって明らかにされたね。また、この件では韓国のスクリュー製造技術のレベルが低いことを露呈しただけでなく、入札や発注などの際に海軍幹部と企業との間において、韓国では日常茶飯事ともされている贈収賄事件が発覚するなどして騒ぎとなったみたい。さらに2015年には、数々の問題を引き起こしたヒュンダイ重工業が建造した1番艦から3番艦の3隻のみならず、その後の建造を引き受けたテウ造船海洋が建造した4番艦キムサマモルも含めて、それまでの4隻の水中騒音レベルが静粛性の基準値である 40dB を超えていることが判明したよ。結局その原因究明は困難で解決の見込みが立っていないとされているばかりか。韓国海軍は5番艦以降の引き渡しの際の要求性能の中に水中騒音基準を入れないまま就役させていたことが発覚しているな。そして、2022年には1番艦ソンゴニル、5番インホー基地、6番リュウカンジュンジュンの推進システムを構成する、主要部品の一つであるインバータモジュールに欠陥が見つかり、各艦は最低でも4ヶ月間は運用を停止する必要があるとされ、シーメンス製のインバータモジュールは韓国企業が修理することができないためドイツに輸送して修理を行う必要があり、最大で6ヶ月間は運用を停止する必要があると報じられたぜ。なお、これら潜水艦の欠陥とは別の問題として、北朝鮮からのハッキングによってテウ造船海洋からソンゴニル級や214型潜水艦をはじめ、最新鋭イージス艦クリアリ耳玉の設計図などが外部に流出したほか、ソンゴニル級の後継潜水艦として建造を進めている、トサンアンチャン補給潜水艦に搭載されている垂直発射システム VLS において、水中からミサイルを発射するためのコールドローンチ技術に関する情報なども流出していたことが発覚して問題視されているらしい。これらの一連の韓国の潜水艦建造に関する不祥事のためか、韓国から12隻の209型潜水艦を購入する契約を結んでいるインドネシアが、契約途中でキャンセルする可能性が出ていることが報じられるなどしていて、
韓国国内では現在建造が進められているトサンアンチャン補給潜水艦の信頼性さえもが薄らいでいるとして、懸念する声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2035年の F2 戦闘機退役開始に合わせて開発が進められている次期戦闘機は、同じく次世代戦闘機として BAE システムズテンペストの開発を進行させていたイギリスとイタリアとの間で、それぞれの研究成果を合体させて共同開発されることが決定したよ。加えて、2022年12月9日に3国による GCAP グローバルコンバットエアープログラムグローバル戦闘航空プログラムの設立が発表され、その GCAP を一元的に管理運営して各国企業の役割分担などを調整するのに必要な国際機関として、GCAP 政府間機関 GCAP インターナショナルガバメントオーガニゼーション GIGOJ5 が2024年中に設立される見通しとなっているぜ。今回は日本が開発したターボファンエンジン XF9 について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省では当初は、仮想敵国であるロシアや中国の強大な空軍力に対抗するために、それらが保有する戦闘機よりも圧倒的なハイスペックの戦闘機を保有することで、広大な日本の領空及び防空識別圏において航空優勢を維持する方針を立て、第6世代戦闘機に分類される国産戦闘機の開発を進めてきたんだ。国産として国内企業のみによる開発にこだわる理由として、これまで航空自衛隊が運用する戦闘機には純粋に国産と呼べるものがなく、F4J ファントムや F15J イーグル、そして現在調達が進んでいるや F35 ライトニング2など、アメリカ製戦闘機を日本の国内企業が製作に応じる形でライセンス生産もしくは最終組み立てを行って調達する事例ばかりだったんだよね。こうした状況で導入された戦闘機においては、機体の能力向上やシステム更新などの近代化改修が必要となった場合にはアメリカ政府の承認や試開発元であるアメリカ企業の協力が大前提であり、日本が必要とする能力向上を国際情勢に合わせ自由に更新することが実現することができないんだ。また、日本が主権国家としての安全保障政策の持続を可能とする観点から、軍事関連の技術や産業を維持育成しておくことが必要であり、冗長性の観点からも複数の機種を同時に並行して運用する形をとっておくことが必要であるなどの理由から、国内の技術を中核とする新戦闘機開発を実施しておく必要があるとされてきたこともまた次期戦闘機を国産開発とした理由だったぜ。現在運用している F2 戦闘機について表向きは国産とされているが、そのエンジンは F2 戦闘機の原型となった F16 ファイティングファルコンに搭載されているアメリカの、ゼネラルエレクトリック製の F110 を IHI 当時は石川島播磨重工業がライセンス生産したものであり、さらに機体の 40% はアメリカ国内のロッキード・マーティンの工場の生産ラインで製造された完成部品が、日本に輸出されて三菱重工業が組み立てていたため、国産戦闘機であるとして胸を張って主張できるものではなかったわけだ。そこで防衛省では次期戦闘機に搭載される国産エンジンの開発を目指し、当時の防衛省技術研究本部後の防衛装備庁航空装備研究所は第一段階として IHI との共同で、運動性を要求される小型音速機用エンジンの基礎的技術資料を得ることを目的として、T4 練習機に搭載するターボファンエンジン F3 を開発したぜ。そして、次には将来の次期戦闘機に搭載可能なエンジンを開発するための先進的な要素技術を実証するために、開発された先進技術実証機 ADX-TX に心紙に搭載する XF5、やはり IHI に開発させたってわけだな。XF5 はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンで推力約5トン推力重量比は 7.81 であり、ジェットエンジンの性能を表す指標とも言われるタービン入り口燃焼器出口温度は1600度が計測され所定の性能を発揮して開発に成功したよ。防衛省技術研究本部と IHI では、この XF5 の開発成功をもとにして、
2010年から次期戦闘機への搭載を目的とするエンジン開発に着手したんだけど、その際に世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する。単に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化する、電動化する戦闘機に対し、搭載される電子装備品に十分な電力を供給するという3つのコンセプトが掲げられ、ハイパワースリムエンジンと呼ばれることになったね。8年の歳月をかけて完成した XF9 のプロトタイプは2018年6月に防衛装備庁に納入され、各種性能確認試験が2020年7月まで実施されて、2019年4月10日には最大推力確認試験の様子が撮影された動画が公開されたよ。XF9 はいわゆるアフターバーナー付きの低バイパスターボファンエンジンで、その最大推力11,000kgフォースで、アフターバーナー使用時には15,000kgフォースの推力を発揮することが確認されていて、これは F-15 や F-16 に搭載されているプラット&ホイット2製の F-100 エンジンと比較しても、遜色がないどころかそれ以上の性能を持っているんだ。エンジン内部の不安は3段で圧縮機は6段、高圧タービンと低圧タービン各1段によって構成され、タービン入り口燃焼器出口最大温度は1800度とされて F100 を上回り、また全長約 4.8 メートル、入り口直径約1メートルと F100 よりも小さいぜ。そして、小型で小スペース化されたスタータジェネレータによって 180kW級の大容量の電力を供給することが可能で、水力方向制御は後部に装着されている水力変更ノズル XVN31 によって、変更角度全周20度が可能であるらしい。この XK9 をロシアの最新鋭第5世代戦闘機スホイ57のエンジンで、アフターバーナーと水力方向制御 TVC を備えた二軸のターボジェットエンジン AL41F1 と比較してみると、最大推力 2×9500kg フォース B、 アフターバーナー使用時は 2×15000kg フォースとされていて、大きさは重量 1608kg、 全長 4.99m、 直径 118cm、 水力方向制御で最大変更角度は20度と、水力は同等ながら XF9 が一回り小さいんだよね。また、アメリカの最新鋭第5世代ステルス制空戦闘機 F-22 ラプターのエンジンである、プラット&ホイット2製のアフターバーナー付き二軸ターボファンエンジン F-119 は最大推力 11,800kg フォース、アフターバーナー使用時 15,900kg フォースで、タービン入り口燃焼器出口最大温度は1649度で XF9 よりも低く、その大きさは重量 1800kg、 全長 5.16m、 直径 120cm と XF9 よりも大型で、水力方向制御には二次元水力変更ノズルが備えられているぜ。そして同じ第5世代ステルスマルチロール戦闘機 F-35 に1機搭載されているエンジンである、プラット&ホイット2製のアフターバーナー付き二軸ターボファンエンジン F-135 は、最大推力 13,000kg フォース、アフターバーナー使用時 19,500kg フォース、タービン入り口燃焼器出口最大温度1980度、重量 1701kg、 全長 5.59m、 直径最大 117cm、 燃焼器出口最高温度は1980度ということで、出力ではやや劣るものの XF9 の方がよりコンパクトとなっているな。このように XF9 はまだ試作段階のプロトタイプとはいえ、アメリカやロシアの最新鋭第5世代ステルス戦闘機に搭載されているエンジンと比較しても遜色のない性能を発揮し、かつコンパクトであることがわかるよ。これまで西側世界のジェットエンジンはアメリカのゼネラルエレクトリック GE、プラット&ホイット 2P&W、イギリスのロールスロイス RR の3社が君臨していて、自社ブランドの戦闘機用エンジンを持っていなかった日本の IHI が XF9 の開発に成功するに至ったのには理由があるんだ。実は、欧米3社のジェットエンジンの部品のうち 10-20% が日本製で、高圧コンプレッサー、低圧タービン燃焼器、ファンケースなどの他に、タービンとコンプレッサーやファンをつなぐシャフトなどは IHI の製品が優秀とされ、世界でシェアは7割を占めるらしい。その他にもシャフトを支えるベアリングや炭素繊維に、
ファンに使用されるチタンやニッケル基調合金なども日本製のものが使用されているなど、XF9 を開発できるだけの素地があったってわけだ。次期戦闘機開発が3カ国共同開発となったのも、イギリスの RR が XF9 と IHI の技術や日本企業の合金製造技術に注目したためと言われているんだけど、日本側からすれば量産化によるエンジン製造コスト低減が期待できるなど、日本単独で開発するよりもメリットが大きいとの判断があったと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国が中国から F-35B ライトニングの類似品の装備部品を輸入しているという情報をキャッチしたよ。もともとこの戦闘機はアメリカから購入した機体で、その部品をなんと中国から買い入れるとは、アメリカもびっくりしただろうし、呆れ返っているだろうな。今回はそんな最新鋭戦闘機 F-35A の整備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。F-35A ステルス戦闘機は逐次韓国に導入されているようだけど、他国のことではあるものの、機密情報が気になるよね。戦闘機を売ったアメリカが買った韓国の動きを24時間張り付き体制で監視している理由も、本当のところは韓国を信じられないからだと推測されるし。韓国仕様の戦闘機は外見は F-35A 戦闘機だが、中身は韓国のオリジナルだからな。と言っても、この戦闘機はアメリカが韓国に売り込んだものだから、責任を取って監視しなければならないというわけだ。アメリカは軍事企業として有名なロッキード・マーチン社が製造した最新鋭第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を目標40機として韓国へ売り込みをかけたよ。はじめの予定では、韓国は F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を計60機購入ということだったけど、やがて40機と下方修正して、20機減らしたわけなんだ。ちなみにこのうちの24機は2020年10月までに購入する予定になっているみたい。こんな状況だけど、韓国は軽空母の保有計画があることを公式に表明したよ。本格定かどうかは不明だけど、軽空母用として、短距離離陸垂直着陸可能なライトニング B 型戦闘機を20機ほど購入するみたい。さて日本の現状だけど、F-35A 型105機、B 型42機購入が決定しているから、数字だけ見れば、アメリカに次いで多いということになるね。韓国が B 型購入や軽空母建造の意思を発表した裏には、当然日本を意識したと思われるよ。一昔前、冬ソナに代表される日本での爆発的な韓流ブームがあり、それにこうしてアニメなどの日本ブームが韓国にもあったよな。その後 K-POP ブームもあったが、どうもギクシャクしているのが日韓関係だぜ。一般の人たち同士ではそんなに敵外心をむき出しにして喧嘩することもないのだが、どうしても国が絡むと悪化してしまう部分は否めないな。いつの間にか日本を敵対視するようになった韓国だが、海上自衛隊の護衛艦出雲や加賀の航空母艦化改修決定を不安視し、対抗策を考えた結果が B 型と軽空母購入なのかもしれないぜ。しかし、ここで世界の動きに目を向けてみるんだけど、すると軍事大国と言われるアメリカやイギリスが、F-35 ライトニング2 B 型戦闘機の調達計画を止めようとする動きを見せているのがわかるんだよね。そうなってしまったら、ライトニングを製造しているロッキード・マーチン社は、収入の一部が減ることになるわけなんだ。本国アメリカでさえ、購入しないと言っているんだからな。ところが韓国が購入しようという動きがあるから、ロッキード社の立場で見ると、アメリカ、イギリスで減った分の収入を補填できることになるんだよね。ラッキーだよな。簡単に言えば棚からぼた持ち的な心情だと思うぜ。さて、軽空母開発と同時に韓国側は設計の前提条件である情報開示を要求したよ。しかしロッキード社は契約後でなければ見せることはできないと突っぱねたんだ。つまり、お客の要求を拒絶したということになるよね。韓国の以前の発表では、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦航空艦として、3万トン級大型輸送艦を作るということだったんだけど、
裏話として隣の軍事大国中国に空母保有を隠すためとも言われていたよ。つまり、あくまでも輸送艦であると主張して、直接戦闘に関わる艦艇ではないという言い訳をしようと考えていたみたい。日本はこういった動きはしがみもかけず、海事護衛艦出雲とかがを航空母艦として回収すると公表したな。これを聞いた韓国が、絶好の理由ができたということで日本への対抗策としてなら中国の機嫌を損ねることがないので、堂々と空母を保有できると判断したのだろうな。そして軽空母保有計画を進めたというわけだ。地図を見てすぐわかるように、日本の4州は海に囲まれていて、地域特性上から考えても、中国海軍の脅威が迫る南西諸島の防衛戦略には有限の陸上拠点だけではなく、出雲や加賀などの、艦艇によって運用される F-35 ライトニング2戦闘機 B 型が必要不可欠となるんだ。一方韓国なんだけど、韓国領海は日本の約 10% 程度、朝鮮領海をプラスして計算しても、およそ 12% 強だから。陸上の飛行場から発進する F-35A 型の航続距離や行動範囲に十分収まるはずなんだ。なのにわざわざ大金をかけて B 型を購入しようというのは、お金がもったいないと考えてしまうけど、他の国のことだしね。内政干渉と言われそうだから、日本が口出しする問題ではないな。韓国から話がそれるんだけど、イタリアも F-35 ライトニング2戦闘機 A 型と B 型2種類の購入を進めているみたい。しかし、この新型コロナウイルス感染拡大の影響で、戦闘機購入計画は一時中断せざるを得ないことになり、その代わりということか、中国の経済援助にイタリアの依存がますます強まっていると思われるんだ。ちょっと意外な感じだが、実はイタリアと中国は関係が深いぜ。中国から多くの労働者がイタリアへ移動して、仕事に就いており、現在のイタリアは中国からの労働者なしでは経済が成り立たなくなっていると言っても過言ではないほどだ。イタリアでコロナウイルス感染者が爆発的に増えたことがあったが、すぐ身近にいる中国からの労働者を非難する声があまり聞こえなかったことを不思議に感じた方も多かったんじゃないか？歴史的に見ると絹と共に文化を運んだシルクロードの端と端の二国が友好関係なのは良いことなんだがな。韓国はアメリカから完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入するだけだけど、イタリアにはヨーロッパ各国向けに F-35 の組み立て、製造、メンテナンス拠点である FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトがあるんだ。当然ここでは F-35 を分解したり、分析も行われるわけだから、F-35 ライトニングの情報を知り得る場所とも言えるんだよね。となったら、イタリアのこの FACO から F-35 の情報が中国へ漏れてしまうのではないかという不安の声があるぜ。前述の通り、イタリアと中国は深い関係があるからな。FACO は愛知県にもあり、アジア地区の F-35 の整備業務が行われているよ。実は F-35 ライトニング2戦闘機には厳しいルールがあり、それは通常の点検整備以外は必ず FACO で行わなければならないというものだよ。それほど大事にしなければならない機体ということなんだろうね。韓国は F-35 戦闘機を所有しているが、政治的な考えなのか、反日感情なのか、両方なのかわからないが、戦闘機を日本に持ち込むことを完全に拒否しているらしい。メンテナンス中に韓国の戦闘機データが盗まれることを不安視しているのだろうが、ルール無視だから、この拒否が近い将来問題化するのは明白だな。ちなみに F-35 戦闘機だが、日本の購入価格は1機あたり約120億円強であり、韓国の価格より3割ほど高いらしい。韓国より購入数がずっと多いのに値段が高いというのはおかしいのではないか、アメリカに吹っかけられているのでないか。第二の思いやり予算ではないか、などという数多くの指摘があるのだが、これはデタラメな数字ではなく、前途の FACO 解説による利益も考慮した金額になっているってわけだ。要するに、FACO を利用させることで利用料を得ることになっているので結果として収支トントンということになるらしいな。韓国の人口は日本の約半分なのに軍事予算はほぼ同額で、日本同様、国家予算に占める割合も大きいようだから、
軍事に回すよりもっと有効な使い方はないのかと国民から不満の声も上がっているみたい。よその国のことばかり荒探しをしている場合ではないんだけど、韓国は他国のことに口を挟まないで、自国のことに集中してほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。